皆さん、こんにちは。今日は2024年4月23日火曜日です。今日のテーマは中国人教授が相次ぎ失踪。ウクライナが今年2024年の大反撃あるでしょうかインド、フィリピンに対してミサイルを売却しました。この話ですね、ものすごい話題となっていますが、 情報が多いので少しずつ話をしたいと思います。1、ハマス側の情報ですが、ハマスの政治拠点、カタールから移転についてという話があります。ハマスとカタールの関係が良くないんですよ。最近、カタールの首相はメディアで苦情を言っています。イスラエルとハマスの間にいて、停戦となるように談話の協力をしてきました。 カタルとして少しの利益もないんです。また、国際社会にも言われていますが、我々はハマース組織と同じですと言われていますし、今後、談話についての協力はもうしません。現在、ハマースはですね、カタルの話は全然聞きません。談話しても進まないんですよ。という苦情がありました。また、カタルはですね、実に嫌です。ハマース組織に対して不関係 いう態度を出していますがまたトルフ側の情報ですがハマスは武装組織をこれからやめますのでパレスチナにおいて一つの政党として活動しますただしそれには条件があります2つ条件があります1国境線と領土を決めるんです1967年パレスチナの領土に戻しますこれですねとなったらイスラエルの 領土ですね、半分がなくなってしまいます。2、エルサレムはイスラルの首都ではなくて、パレスチナの首都ですよと、そういうふうにしましょう。これはですね、当然ですが、パレスチナは国ですと認めてもらいます。以上の条件ができれば、政党になりますよ、つまり我々は武器を置いといて、今後はもう戦いません、一つの政党として登場しますよ、というふうに言っています。これはですね、 ないでしょうかと思いますね。次ですね。ウクラナですね。軍事支援が本格再開しました。アメリカの会員、ウクラナの支援案を可決となりました。アメリカの対外支援法案がありまして、ウクラナだけではなくて、イスラエル、台湾、インド太平洋諸国への支援もありますが、また中国の TikTok についての案もありますが、全部一つにして、 そういう法案ですね、なりましたけれども。しかし、共和党側は同意しませんでした。ジョンソン連邦議会会員議長さんはそれをそれぞれ別々にして投票してもらいました。ウクフレナへの支援を拒否しても他の法案が事故でるというふうに考えていました。国境線の強化もあるし、移民に関する法案もありましたが、 最も注目されていただくのは、やはりウクライナに対しての支援策です。608億ドルの軍事支援です。うち138億ドル、武器、弾薬を購入して提供します。ただし、これについては条件付きです。アメリカの武器が絶対の条件です。5つ、数回に分けて少しずつ納付していきます。戦場の状況に合わせて納付していきます。 残りの113億ドル、アメリカの国防省に使います。原因というのは、アメリカ、まだ欧州でウクライナ軍を訓練していますので、ポーランド、ルマニアで陸軍、戦車部隊を訓練していますので、これはどうしてもお金はかかります。また、アメリカで F15 戦闘機のパイロット、ウクライナ人ですが、訓練していますが、また90億ドル超ですが、 ウクライナの国民に支援します。アメリカが責任を持って、しっかり使い方、使い先を審査します。つまり、138億ドルだけ、バイアクト武器を買って、ウクライナ軍に提供します。また、最も強調されたのは、同盟調整メカニズム ACM というシステムですが、またアメリカは常に監視、審査します。もしですね、ウクライナ側は、 アメリカに不利なことをすれば、すぐに新作を中止します。それに対して、イスラエルに対する新作は264億ドルでした。うち軍事支援は160億ドルでした。残りは人道支援です。つまりですね、イスラエルに対しての軍事支援にしても、人道支援にしても、ウクラナをはるかに超えています。やはりですね、イスラルとアメリカは、 ドメ国クですね。これは C の兄弟というふうに言われています。AP 通信の分析がありまして、大学の新作、これから実行しても、ウクラナ軍はですね、反撃は楽ではないよというふうに判断しました。去年の今頃ですね、アメリカも欧州もたくさんの武器と弾薬を支援しました。当時、みんな討論していたのは、ウクラナ軍をですね、これから夏ですから、夏、秋の 大反撃について討論されました。みんなすごい期待して楽観的で2023年冬までにはロシア軍はウクライナから撤退するでしょうというふうにみんな思っていました。当時ウクライナ軍はですね武器の弾薬いっぱいあったんですよ。しかしそれでも失敗しました。今回も同じです。あまり期待しない方がいいですと AP 通信社が言っています。 138億ドル武器弾薬は約半年分ですが、つまり今年年内いっぱいで終わりでしょうか。でも45日間以内長期的な新作アメリカはこれから作ります。現在支援する武器の弾薬、実は用意できていますので、バイデンさんはサインをすればすぐに提供できます。現在の情報ですが、今週中にアメリカの上院、ウクライナ支援法案を承認する というふうに言われています。バイデンさんは現在、サイン待ちの状態です。ジョインの議員さんはですね、ある情報を提供しました。エータ・クムス・タイチ・ミサイルですね。来週末までウクライナ軍に提供すると準備しています。つまり、ジョインでは承認する可能性が高いというふうに言われています。議員というのは、民主党の席は51席ありますので、 また、アメリカの専門家が分析しました。ウクラナはですね、現在1日あたり約1.2億アメリカドルがかかります。608億ドル、軍事支援の中、戦争に使う金額は約4000億ドルですね。今年の年末まで、つまり大統領選挙までは問題ないでしょうか。これから NATO 側の新策を期待するよ、という話がありました。また、ウクラナ。 に対して、ゼレンスキー政権の腐敗問題がひどいですという指摘もあります。アメリカはまだ安心できません。ウクライナの国防省の長官ですね、全部変わりました。でも問題の解決にはなっていません。2022年11月、ヘルソン地域にあるアトノフスキー大橋が爆発されました。これについて動画で話しをしましたが、ロシアですね、当時そういう部隊は 当時ですね、そこで包囲されました。でも、元ウクライナ軍の総司令官であるサルジニーさんは決断しませんでした。ロシア軍は一般人の服装に着替えて逃げました。今回は大規模支援は2回目です。去年と,と同じように大反撃するでしょうか。こういう話がありました。また、アメリカの議員さんですが、下院の議員さん、ウクライナ出身ですが、スパーツさんですね。 の、彼女ですね、ものすごい注目されています。スーツは青色ですね。中の T シャツは黄色ですね。これはウクラナの国旗ですね。支援策の案に対して反対投票しました。原因はですね、支援ではなくてお金を貸しましょう。支援だけでしたらですね、どんな計画があるでしょうか説明はありません。また支援してどこにその金を使うでしょうかアメリカはですね、実に監視できません。 また、ウクライナ政府ですね、これは支援金だと思ってみますから、大事にはしません。これはですね、もし借りたものです、と思えば、大事に使うでしょう。また、ウクライナの問題より、国内の問題、アメリカの国内の問題に力を入れてほしい、というふうに説明しました。これはですね、やはり地方の議員さんですから、難しいと思います。アメリカの民意ではあるというふうに思いますが。 また、NATO の国防長官たちの会議がありました。ゼレンスキーさんも参加しましたが、その後、NATO 事務総長、ストルフンベルクさんが発言しました。NATO 諸国は、ウクラナに対して、防空システムを提供します。アメリカ製の防空システムもあるし、放の武器も提供しますよ。フランスの防空システムを提供します。また、無人機、100万機提供すると目標にしました。 NATO のうち20カ国ですが、地雷排除連盟を作ります。ウクラナにいて地雷を排除することを支援します。これについて、ゼレンスキーさんは言いましたが、早く防空システム提供してほしいです。少なくても7機が必要ですよと言っています。次です。3. 香港の金融機構は珍しく、中国人民元の貯金利息を上げました。原因ありますので、 多くの大陸人はですね、元を持って、香港の銀行に入れますので、スタンダードチャータード銀行ですが、元をですね、アメリカドルに換金して、銀行でアメリカドルの口座を取ると、1ヶ月間の年間利息ですが10、10%ですと発表しました。まだ香港の上海銀行も同じですが、中国銀行、建設銀行も同じです。結構利息はですね、高いんですよ。 しかしですね、中国の銀行ですが、3ヶ月間の貯蓄はですね、元のでしたらですね、元ですが、年間の利息は1.3%、1.35%しかないんですよ。原因はですね、香港では人民元がものすごい減少していますので、3月13日、人民銀行は120億元の国債を発行しました。 その次、3月19日、さらに250億円の中央銀行政府再建を発行しました。実はですね、同じです。ここさえです。これで、香港の金融市場から379億円を吸収しました。結果ですが、香港の商業銀行へ持っている元がものすごい減少しました。自民銀行の目的ですね、元のレートを守ろうとしたんですよ。市場にある元の利用が減ると、 ゲの利息が高くなってしまうので、ゲの冷凍もですね、これから下ると予測して、ゲを投資する投資機構の投資するコストが高くなってしまいます。投資するコストが高くなってしまうと、投資家は買いません。というふうに単純な考えです。次です。4。アメリカの FBI 局長、レイエさんですが、ヴァンターンビルトの大学で演説しました。四国のハッカー組織10年前から アメリカのインフラシスに浸透しました。2011年、アメリカの企業が使う中国製の電子部品に変なものを入れました。実はですね、これは主にもルーターですね。中国のハッカーですね、アメリカのネタワークをいつでも遮断できるように計画しました。中国のネットコドですが、5分間でアメリカの防犯カメラのシステムをシャトダウンできます。 これが中国政府長期的な計画ですと言っていました。アメリカの輸送業、エネルギー業、通信システムに船も入れて少なくても5年以上経っているんです。中国のハッカー組織の名前はボルトタイフォンだと言います。これは中国政府の組織です。アメリカ本土以外にグアムにも展開していますし、水道局のシステムにも侵入しました。 の時にですね、アメリカのインフラシェルスのネットは使えなくなってしまいます。今年、マイクロソフト社は判明しました。中国のハッカー組織はメールサーバーに侵入しました。アメリカ政府の高価のメールを見ることができました。ブリンケンさんもそうですが、レモンドさんのメールも中国のハッカーが見ることができたんですよと、いう情報がありました。次です。5 自政務諸国の外務長官の会議がありまして、イタリアで開催しました。共同声明の内容で分かるのは、みんな中国のことを攻めてみましたし、今後ですね、中国に対して西洋を選択するでしょうか、ロシアを選択するでしょうか、習近平に責められています。4月24日、ブリンケンさん、北京を訪問して、これは最後のチャンスですと言えます。ブリンケンさんは、上海に行く目的というのは、 米中両国の友好交流イベントがありますので、ブリンケンさんは参加します。それから北京へ移動して、習近平との会談予定はありますが、でもですね、これはあくまで予定です。それについて、ブリンケンさんはですね、話をしたい内容としては、ロシア戦争について、台湾海峡の時代について、フェイタリーのこともありますが、人口知能のリスクもありますし、中国軍と米軍の 軍同士の交流についても話をします。実はですね、台湾海軍の期待は簡単です。もうすぐ台湾の新しい大統領、5月の20日ですが、就任しますので、それまでにやめてね、挑発はやめてね、というふうに言われます。今回ですね、習近平とブリンケンの会談ですね、ブリンケンさんは習近平に確認します。つまり、ロシアを支持するでしょうかそれともロシアと距離を取って、 西洋と同じ立場に立つでしょうかもしですね、中国が引き続き、ロシアに半導体、弾薬の原材料ですね、また人工、衛星の情報、自動車のエンジン、工作機器ですね、そういうものを提供すると、西洋側は絶対に受け入れません、というふうに言います。しかしですね、もしそれをやれば、どうなるでしょうかそれは言われていません。ただし、アメリカのメディアのほどですが、 中国の金融機構に対して、あるいは中国の国営企業に対して全面制裁するというふうに考えています。G7 諸国ですが、中国はですね、今の状態、バランスを取ることをすごい批判しました。つまり中国ですね、欧州と西洋と仲良くしたいです。同時にロシアを支持しています。これはおかしいです。欧州にすればロシアというのは怖い国です。 つまり、ロシアを選択するか、欧州か、西洋かですね、習近平に選択してもらいます。今回は最後のチャンスです。バイデンさんは習近平に電話してから、イエレンさん、中国を訪問しました。生産過剰について、ものすごい批判しました。その後、アメリカの首務部長官、キャサリン・タイさんが発表しました。中国の造船業、物流業、 カイジに対して301調査しますよと言ったんですよ。それからブリン検査の訪問ですが、主にローシャに対しての支援問題です。アメリカの交換ですね、どんどん習近平に圧力をかけているのが今の現状です。現在ですね、アメリカだけではなくて G7、諸国となってきました。これはですね、習近平はどうでしょうかまたですね、情報収集しますが。次です。6。日本からの情報ですが、アジア、 大学の中国人の居住先生が失踪しています。ファン・ユン・トウ先生ですが、去年上海に帰ってから行方不明となってしまいました。連絡は取れませんが、中国、東北に身柄確保されているという情報はありますが、家族さんですね、日本にいますが、それでも連絡は取れていません。実はですね、この人だけではないんですよ。タコさんの先生、実,実はですね、中国に帰ってから行方不明となって,ています。 神戸大学院の教授先生、コウ先生、同じく去年一時帰国して行方不明となりました。日本の大学ですね、学校ですが、中国の大使館に確認しても返事はないんです。東洋学院大学の中国人教授先生、シュウさん、周シュ先生もですね、同じく去年上海に帰ってきました。半年後出てきましたが、また北海道大学の エンさんですね。エン先生も同じです。その後、提訴されて、スパイです、というふうに中国政府に言われました。アジア大学の中国人居住選でですが、昼前ですね、学ドコさんにメッセージを送りました。当局にですね、話があると言われたんですよ、という最高のメッセージでしたが。ファン・ウィントン選でですが、合計12回ですね、日中の大学生同士の交流会を開催しました。 また、日本に対して中国が主導するシルクロードへ参加しましょうと推進してくれました。つまり、実はですね、ファン先生というのは中国政府の仲間のはずですね。これについて、カナダにいる中国の先生ですが言いました。現在ですね、中国に帰ることはものすごい怖いんです。帰って消える可能性が高いですと言っています。やはりですね、中国というのは信用できない政府ですから、というふうに批判しました。 実はですね、中国政府はそういうふうに行動すればですね、日本の観光客もそうですが、日本の、えー、ビジネスマンですね、主張もそうですが、ものすごい難しいというふうに思います。つまり、日中の関係ですね、なかなか改善は難しいというふうに思います。次です。6。イラクのバコタット南部の高架にある軍事基地で大きな爆発がありました。関係者一致め亡くなったんですが、 イラクの情報ですが、ミサイルの三回を見て、これはイスラルがやったんですよと判断しました。その後、イラクはですね、シリアにある米軍の基地に向けて、ロケット艦5発発射しました。米軍の情報ですが、被害はありませんと。ただしですね、シリアの輸送、石油輸送パイプですね、攻撃を受けて、ずっと燃えている状態です。なので、今後ですね、石油価格はこれからまだ不安、定となってくるでしょうというふうに言われています。 イランはですね、イスラエル側の攻撃を受けて、また空襲を受けて、不害はありませんと言いましたし、実はですね、これは侵害者、侵略者とは言わずに、浸透者というふうに表現して、反撃、復讐は必要ないというふうに言っています。イスラエル側はですね、復讐の行為をしましたが、静かに行動しました、報道しました。つまりですね、お互いは、衝突ですね、これ以上はもうしないように行動しているというふうに思われます。 次です。7。インドカマの大統領選挙ですね。ものすごい注目されています。バイデンさんは3回目の速度となるように活動していますが、今までですね、大統領選挙では国内のことを討論していましたが、今年は初めてとも言えるでしょうか。珍しく中国のことを討論しました。原因はですね、2020年、2021年もそうですが、国境戦で衝突がありました。 インド側はですね、犠牲者が出たんですよ。それから、モディさんは怒って、国境戦に向けて兵士を増員しました。現在ですね、反対派はモディさんのことを批判して、弱いですというふうに指摘しています。これについて、インドの専門家が分析しました。インドの経済が良くなってきて、世界で影響力持つようになったんですよ。中国はそれを見て、ものすごい嫌です。中国の経済規模は、 インドの購買です。インドにとって中国は大事な貿易相手です。しかしモディさんはですね、対中の施策は全くありません。というのがあります。4月19日の情報ですが、インドはフィリピンに対して最初のブラモスミサイルを納付しました。2022年、フィリピンとインドですね、3.75億ドルの契約をしました。 今回は一部初めてですが、納付されました。これですね、インドは友好国に巡航ミサイルの輸出というのは初めてなんです。ブラモス島は地対艦ミサイルであって、射程は290キロです。インドとロシア、共同開発しましたが、インドで生産しています。また、フィリピン以外にベトナム、アラブ首長国連邦、インドネシアですね、どそという国は、 インドにも打ってほしいというふうに交渉中です。実はですね、インドというのは同盟しない国なんですよ。でってもですね、クアッドには参加しました。日本、アメリカ、オーストラリア、インドですね。4カ国のクアッドに参加しました。現在、フィリピンに対してミサイルを売却していますので、ものすごい話題となっていますが。次です。8、カンボジアにある海域の記事ですが、リーム、ネバー、 ベースというところですが、中国の軍艦ですね、4ヶ月以上停泊していますが、まだ中国軍だけですので、中国軍ですね、この基地を完全に使用していますというふうに思われます。2019年、中国とカンボジア、両国は契約しました。カンボジア政府は中国の国家企業に港を貸していますので、経営してもらうというふうに国際社会に向けて説明しました。 特に中国には主要権提供しませんと強調しました。しかしですね、自分の状況を見て、カンボジア政府は当時やはり嘘をついていました。中国もですね、そこを拠点にして自分の基地として使います。南シナ海でさらに行動できますので。次です。9。参政者の政府ですが、2022年民営企業をバイトにするというふうに約束でもあるのですが、発表しました。 現在、賛成所にある市の政府、県の政府はものすごい困っています。県の政府の長官、公務員、親戚ですね、たくさんの会社を作っています。またですね、毎月いくらの金魚増加しなければいけませんというふうに命令されました。現在、賛成所にある工業県ですが、毎月700個の民営金業が増加していますが、実はですね、全部嘘です。 自分の従業員ですね。あるいは社長さんですね。何社も作りていますので。例えばですね、豆腐を作るお店ですが、1週間に3つの会社を作りました。売店が多いんですが、靴屋さんもあるし、運送業もあるし。しかしですね、ここの件はものすごい熊でいます。政府はですね、次の目標を出しました。金魚の数より質が大事です。売上高ですね。倍増にしましょう。というのがあったんですよ。 うん、そもそもですね、元の会社ですから、数が大事ですから、そもそも商売もありませんし、仕事はないんですよ。でもですね、会社を作ってはもういいです。という話ですが、でもですね、今後は売り上げが大事です。しかし、これはできません。ということで、今はですね、ものすごい困っています。この雇用権ですが、人口は18万人しかいません。2022年、6292個の新規の個人企業が登場しました。 2013年、4956号の会社ですね。三重企業新社ですが、登場しました。増加です。現在の企業の数ですね。まとめて全部は27500社を超えています。でも人口は18万人しかないんですよ。明らかにおかしいですね。またですね、去年の6月でしたが、アメリカのメディアが報道しました。75の地域ですが、国有企業が土地を売るし、国有企業が 中国の政府の会社ですが、土地を買うんですよ。つまり自分で売って自分で買うことですね。これで GDP を上げるようにしました。合計ですね、120億ドル超の規模ですが。また、うち67%が県の政府がやっていました。大都会ではないんです。今年1月、湖南省、福建省、厚生省の統計局ですね、2022年の GDP を修正しました。 当時のことをですね、カホース修正しました。これで今年の GDP は成長となったんですよ。つまりですね、中国政府が発表した数字、全然信用できません。堂々と嘘をつくし、改ざんするんですよ。これが今の中国の現状ではあります。また、中国ですね、これからはどうなるでしょうか。またですね、たくさんの情報あるんですよ。社会がとにかく無茶苦茶です。これについて、 ままた報告しいいいとううふうに思います。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。